三橋道也、三橋道也、本名、北沢道屋、1930年11月10日から1996年1月8日は、北海道上磯郡上磯町画廊、現、北都市生まれ、函館市育ちの演歌歌手、愛称、道、民謡で鍛えた、伸びやかな高音と絶妙の拳回しを持ち味に、昭和30年代の日本の歌謡界黄金期をリード、し、 数多くのミリオンセラーを連発した昭和歌謡界を代表する男性歌手の一人。特に前世紀の昭和30年代前半は三橋で開けて三教でくれると言われるほどの絶大な人気を誇った。父は三教が4歳の誕生日前日に落盤事故で亡くなり翌年に母が再婚。この夫婦の間には3人の弟と1人の妹ができる。 一方の三協は5歳の頃から舞台を踏み、民謡歌手だった母に幼い頃から鍛えられ、小学校の入学と同時に、おじから追い分けを習い、9歳の時に全道民謡コンクールで優勝。この頃に、海で右耳をうつぼにつっつかれ、難聴になる。その後は、巡業に参加などしつつ、家計を支え、12歳の時に、コロンビアで民謡を吹き込む。小学校卒業後は、 国鉄、木古内保線区に日雇い作業員として就職する、傍ら、津軽三味線を習い始め、白川群八郎一座と共に修行を続ける。16歳の時には、三浦ため、七郎民業一座、道の区の家演芸団に参加。19歳の時に、歌だけではなく違う世界も知りたいと三味線一本を、モて上京し、江ノ本健一、古川六波の家に、 弟子入り志願で出向いたこともあった。その後は、横浜市の津島温泉、東京園で民謡教室のアルバイトをする傍ら、ボイラーマンの仕事もしていた。人一,一倍真面目に働き、その勤勉さを、風呂屋の主人に見込まれ、明治大学付属中の高等学校定時制に通う、ことを許された。高校入学と同時に、東京園で世話になった北沢家と養子縁組をしたほか、 NHK、邦楽オーディションに合格。高校では普通の生徒よりもずっと年上で、彼らから、おとっさんと呼ばれ、親しまれた。1953年、弟子の吹き込みに行った際、レッスンの声が、ディレクターの耳に止まり、キングレコードの専属歌手として契約。1954年に、酒の苦さよでデビュー。1955年に、女先導歌が、 大ヒットし、たちまち人気歌手の仲間入りを果たす。その後も、昭和三十年代には、あの娘が泣いてる鳩とは、リンゴ村から、愛愁列車、ボコイ吹雪、おさらば東、夕焼けとんび、古城、達者でな、星屑の町などの歌謡曲、北海盆歌、花が音頭ンド、騒乱節、津軽ジョーンから、節、炭鉱節、黒打節などのミニオがミリオンセラーとなり、 三橋で開けて三峡でくれると言われるほどの人気を得る。キングの前世紀をカスガ八郎、若原一郎と共に築き上げ、キングサンバガラス、三人男と呼ばれる。1974年からはカール、明治聖家のコマーシャルソングを担当し、1993年まで20年間にわたって使われた。1976年5月には帝国劇場で、 藤本義和脚本の舞台、津軽三味線流れ節出演し、山田鈴と共演。連日超万人の記録を作った。同年8月には、日本各地に残る民謡こそ、日本人の歌の故郷という思いから、自ら家元になって、民謡三橋流を創設。門下二千正を、細川隆石川さゆりらがいる。1978年には、電撃ワイド。 ウルトラ放送局、ラジオ関東のパーソナリティに抜擢され、自身初めての DJ に挑戦。ミッチーの愛称で若者にも人気を得て、周囲の度肝を抜いた。番組中には、当時の流行語、フィーバーを使い、1980年に出演した、カップ麺、激麺、東洋水産の CM では、流行語の元になった映画、サタデーナイトフィーバーの主演であるジョントラボルタ風の、 スーツ姿で、激レ、激レ、トレンコ。1979年には、ゴールデンアロー賞特別賞も受賞。同年7月1日には、静岡第一テレビの開局記念特別番組、戸部静岡第一テレの司会を務めた。1982年11月には、上越新幹線開通記念フェスティバルで、新潟県民会館、新潟市体育館に、両日出演し、 その模様が新潟総合テレビ新潟放送で生中継された。1983年には日本の歌手として史上初めてレコードのプレス枚数が1億枚を突破する記録を打ち立てた。生涯のレコード売り上げは1億600万枚であるがオリコン発足前のため売り上げ枚数などの正確な記録は残っていない。そのためオリコン記録では CD の売り上げが 日本一のアーティストは総売り上げが約8148万枚のビーズである2015年現在、ブラジル1979年、香港1981年、韓国1985年でも公演を行っており、ブラジルでは最高勲章を受賞。1985年にはハワイ NBC コンサートホールで公演を行った後、 ディズニーランド創立30周年記念公演を行った。1988年には、信仰が深かった、カス村田秀夫と3人の会を結成し、演歌会の活性化を図った。一方、私生活では西を設けた妻、キくこと1966年に離婚。この出来事がきっかけで、NHK 紅白歌合戦に落選したと言われている。その後再婚し、 三人の子宝にも恵まれたが、晩年は、夫人からの家庭内暴力、馬乗りで殴られる党や財産乗っ取り、妻と娘と娘婿が共謀して、ゴルフ場の高級会員券を三協に無断で売却したほか、三協が加入していた保険を解約して給付金をすべて使ってしまう党に苦しみ、東京の自宅を出て、大阪のマネージャー宅で暮らしていた。 妻との離婚については亡くなる2年前より民事裁判で争わ、裁判の結果、三強が倒れる直前に離婚が成立し、翌年春にはマネージャーと再再婚の予定だったが、三強が突然倒れ、死去したため再再婚は果たせなかった。また、名義貸しをしていたホテルが倒産し、数億円の負債を抱えたこともあるなど、輝かしい功績とは相反するものがあった。 生前は、熱狂的な読売ジャイアンツファンで、大貞晴と親交があった。私生活での心労が重なったこともあって、持病の糖尿病が悪化。恋の衰えも隠せなくなり、また薬の副作用等により脱毛がひどく、それを隠すためにカツラも使っており、かつての滑覆の良さもなくなっていた。このことについて、三橋と親交が深かった、立川男子は、 もっと年齢相応にキーを下げたりしてもよかったのではと著書に記している。しかしながら独特な節回しと風格は晩年も変わらぬことはなかった。特に1990年8月11日に出演し NHK 思い出のメロディーで歌唱した古城は三橋演歌50年間の集大成とも評された。1995年 3月4日から5日にかけて、講演会、道夜会の旅行会、三河湾国定公演、三谷温泉へ参加。その数日後に倒れて、緊急入院するも、一旦は回復し退院した。ところが、同年10月26日の午後18時35分頃、滋賀県甲郡滋賀郡し柄ら町の、パラオカントリークラブでの帰路、走行中のタクシー車内で、心臓発作を起こし、 大阪市西成区岸の里の山本第一病院に再入院。その後も意識不明の重体のまま大阪市安倍野区朝日町の大阪市立大学医学部付属病院に転院したが、1996年1月8日午前11時30分、意識が戻ることなく多臓器不全のため亡くなった。去年65前年10月8日のテレビ東京日曜ビッグスペシャル。 玉木節で40年。で、哀愁列車を歌ったのが、三橋の生涯最後のステージとなった。二日後の1996年1月10日日夜が、翌11日に密葬。国別式が、西成九田までの幸福寺で取り行われた。法名は、妙正院尺地上大古寺。妙正院尺地上大古寺。その後、2月5日には、青山葬儀所で、音楽葬が行われ。 約2000人が列席。検証曲は自身の大ヒット曲である古城だった。現在は墓所が2つあり、小平霊園と東大阪市の石切霊園。NHK 紅白歌合戦には1956年に初出場。以後、連続出場を重ねたが、1965年の第16回紅白をもって連続出場が途切れる。 翌1966年紅白落選の理由は、当時の妻との離婚が影響したと言われている。その後、1974年の第25回紅白で、紅白25回記念の人気歌手枠で、カスガ八郎と共に再出場を果たす。以後、1977年まで4年連続で出場を果たした。通算14回。 初出場から10回連続出場までの間では、ミソラヒバリ島倉千代子、エリッチエミといった女性人気歌手と対戦し、鳥も4度飾っている。11回目出場以後では、山口百恵、森雅子、南沙織など若手女性アイドル歌手と対戦していた。以下の2曲は3人の回の作品。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。